それでは最初のコーナー、バスケットで言いたい放題のコーナーです。まずは男子バスケットボール日本代表の話題から。2月23日と26日に行われましたワールドカップアジア地区予選ウィンドウ6、23日にイラン戦、そして昨日26日にバーレーン戦が行われていました。じゃあ最初にイラン戦から振り返りましょう。試合結果こちらです。はい、96対61で日本が勝利しています。スタッツもご覧ください。はい、中村さんはご覧いただきましたか。こちらは見た。あ、見ましたか。見た、つまらなかった。あ、まず、ね、イランがね、ビッグセンターがいるのは2メートル18の、ベテランで、イランから初めて NBA 行って、それで今イランに帰ってるんだけれども、いや怪我してるって、そしたらアキレス切ったんじゃないかって。だから彼がいないともうどうにもならない、イランのチームはね。だから大体もう見てね、第一クォーターもフリースローが確か5本連続落とすんだよ。もうやって、そうですね、そう、俺は自分のチームで、あんなビデオ持って持ったら、テレビ壊してくる。あんな見ててすごい腹立つわな。そう、もうね、それで周りをね、4つ、秋田とはこの前に仙台のゲームをするんだけど、リングの方に向かないで、エレメーターって言うんだけど、こうね、周りをただドリブル落ちちゃって、落ちちゃって、もうね、なんてね、あのね、イランは弱い。もう相当弱い。だから日本がどうこうというよりね、まあな、弱かったな。で、まあ日本でやったから、まあね、勝てやいいんだ。あれはそうだったな、ね、金近っていうの、大学生がな、東海大学の現役2年生の選手ですね。で来て、あ、でもね、勝てるゲームっていうのはね、気楽に打つから入るのよ。問題は競った時に、俺はよく言うんだ、あのな、原のホームランでな、例えば8対0で勝っててな、9回の表でホームラン打つなって、さあ取っとけっても。だからいや、そうだよな、好きか嫌いの問題だけどな。昔の巨人は良かったな。野球に移っちゃいましたそれでね、でも本当ね、まあ浸透はされてんだ、あのトムのバスケットにね、いい感じ で思い切って打てって、見たら打てって、これはだから言う、安岡、な、もうただ田口、なここら辺はな、時々ね、あいつら錯覚するわけよ、ドリブルも上手くなったって、お前のドリブルは上手いって言わねえんだ、なのは俺だから辞めた時にね、一回秋田のゲームに行ったら、大塚とか田口がピックアンドロールでやって、もうびっくりこいた、お前らやめろって、そういうみっともないのは、他の人に任しておけって、こういうのはな、前にいるんだから、得意は何かったらスリーポイントだから、だからそれはもう徹底してるわな。あれでも誰がいいかったら、あのホーキンソン、あ、聞かした先生、これがいいし、これがいい、で何がいいかったら顔がいい、顔、それで格好がいい、もうね、きちっとしてる。あのね、あの全日本も一人、次のゲームに一人いた、なんかセンター代わりが、なんかこう、わけわかんない、こう、あの髪の毛ね、もうなんかやってね、川俣選手かな、川俣光也選手かな、俺はあれもダメだわけよ、だからいや、あのね、俺はって言ってるんだから、あれをダメって、俺はダメだ、だからホーキンソンは、いや、いい、見た目がいい、応援したくなる、それからね、合わせるのもうまい、シュートもうまい、ディフェンスもいい、リバウンドも取る。もうね、今まで帰化選手がちょっと問題だった、いるんだけど、悪くないんだけど、ね、そういっぱいいるんだけれども、いまいちだなと思ったら、ここが来た、来たばっかり、これはね、トムはラッキーだった、ね、彼が帰化して、もうとりあえず見たくない。あの本当爽やかでな、ね、プレーも全てそうなの、それで、あの勇気だって、勇気だな、これ楽でいいな、これから勇気で2人だもんな、それでこうに合わせるのもね、スムーズに合わせる、スムーズに、まあ、あの合わせはザックもうまいよ、
秋田もバカにするね。秋田も言うね。ザッコン。誰もバカにしてないですよ。なあ、そうだよな。本当にな。いや、俺がバカにしてんだ。だから、自分自身に言ってる。けど、女子の方がいいな。ダブルダブルの活躍してましたね。もう全てにね、チームに馴染んでる。うん、もうだから、いや、本当にいいな。こういう選手を、取りたいな。なあ、秋田が取りたいな。まあ、今ジョシュ・ホーキンソン選手は信州ブレイブワイヤーズに所属して。俺金塚びっくりしたの。はい、確かにびっくりしたけど、そしたら俺分かんねえから、あ、富樫に電話した。富樫、あの親父の方な。あ、はい、息子は電話したら出ねえから。何のクソったれが。富樫監督に。だから親父の、それから、はい、いや高校の時は強いとこじゃなかったけど、うん、有名だったって。高校の時は素晴らしかったって、シュートが。俺だから言うのよ、とりあえずね、うん、バスケットやってるのはね、とりあえずシュート、うん、な、またさ、リングを見る、最近、そうそう、最近見てくるんだって、秋田な、おいお船着きたな、サッカーさんだ。そんな金近選手は、うん、あの B リーグの特別指定にはまだ選ばれていないということなので、うん、まあね、秋田も越しかしたら、秋田いらないでしょ、あんなシュートいっぱいあるのに。あんなとこ来たら金塚来たらまだあそこたちはな、出番がちょっとどうすんだよな。特にただなんてのはもう本当ただはシュート入るのにな。そうですね、だからああいうふうな、いや、ドムのような状態で、うん、だからとりあえず日本はね、うん、あの勝つにはもうそれより手ないわけよ、うんうん、もう、うん、もうね、スピードとデンス頑張って協力してな、うんうん、それであとはシュート入れることね、スリーポイント、はい、だからこう徹底してるわけよ。安岡だって、はい、徹底設定、うん、もうもったいないな、本当にな。そうの入るのも遠いしの、いや金近なかなかだな、うん、見たくりはそんなね、ちょっと猫背でよ、なんか大したことないような感じだけど、細身でな、うん、なんか顔もそんな別にね、ああいう得なんだ、やらねえぞって格好、ああいうの結構得すんだよな、あの相手がマークしねえからな、来ねえなと思ったら油断するとあの手の、あの手には。ダークホースってことですね。でも、まあな。まあでも最年少で、このイラン戦ではチーム最多得点を記録しています。あのね、最年少とかよくやってる人、そういうの関係ない、出る人だから。の年度をよく言うの、年若ければシュート入れたら5点になるのかよって。同じだ、同じ。だからよくな、あの大きいのもそうだ、うん。大きいのも外から行ったから5点にならない。3点には変われないってな。ホーキンソンはいいな、すごい活躍が見れました。はい、イラン戦でした。で、26日にバーレーン戦がありました。試合結果こちらです。まあ、中村さんもこれは勝たないとっていうか勝つだろうっていうお話でしたけど、最初から勝負ならないと思って、本当勝負がいや、もうちょっとなんかやり方があるだろうな、俺もね、こう監督たちがな、あのね、イランもそうだけど、青天もうバーレーンのもそうだけど、みんなね、 NBA のあのやってるオフェンスのもどきをやるわけよ、うん、スタイルは秋田もそうなんだよ、実際それもどきをやるわけよ。だからもうちょっとね、考えてやるべきだったかな、これはな。これもフリースローが入らねえの、バーレーンも。今イランのスタッツが出ていましたね。イランこれ、そうか、イランもひどかったよ、はい、バーレーンのこれ、イランな、イランのフリースローでしょ。バーレーンもそうなの、俺もうフリースローの入らないの嫌いだな、だって抵抗しないんだから、うん、な、誰もいないところでこうやって持っててよ、おにぎりでいたんですよ、昔、うん、それででかくて、うん、それでね、もうコーチをしょっちゅう変えて、うん、一生懸命やるけど入らんのに、やっぱりただ手がな、うん、こう持っててな、こうやるとな、うん、ほとんど指がこれまで、うん、あれ邪魔になるんだよ、ちょっとシュートが邪魔で、逆になこうって、もう俺はこうやれば、ね、邪魔にならないじゃないですか、うん、ね、おにぎるな、おいや、手大きいんだ、一回写真持ってくるな、おにぎる、あの、忘れた、特にあるはず、肩組んでるやつですね。もうでもね、フリースローはね、こいつらやっぱりね、ダメ、うん、俺はね、子供たちにもミニの子たちにも、うん、幸せももちろんそうな、うん、高校生は当然だよ、うん、フリースロー誰も邪魔しないわけでしょ、うん、それであそこでこうやって、あのね、いや、彼らマイケル・ジョーダンたちが目つぶってもいい、うん、なもう入る、で一回ね、いや公式戦で、
マイケル・ジョーダン相手のチームがもう負けて勝負ついて、目つぶっても入るもんかって言ったら目つぶっているって言ってもうしかないな、うん、いやなんかフリースローが両方とも入らない、もうこれが嫌い。 そうですね、それでオフェンスがもうちょっとね、いや運動能力結構持ってるんだよ、うん、のバーレンの選手も黒人選手たちはもうちょっとやり方あるかなと思ってな、もうたまった。これはね最後な、それで第4クォーター富樫とな、はい、河村が両方出てな、そうなんです、ダブル勇気が同じコート内にいるという、それ会場が沸いたっていう、これはね、はい、あのお笑いだったんです、ただ単にトムはな、ファンサービスしただけ、ちょっとねあのバスケットはつまんないってトムも分かったわけよ、相手が抵抗ないから、俺よく言うでしょ、つまんないゲームは幼稚園の運動会の方がいいって、勝ち負けを最初から分かってるゲームはダメって、うん、最初から分かってるんだ。それで2人出たらのみんななんかテレビでな、こう見てたらワールドカップでもこの2人が出ることあるで、あるわけがねえだろうがって、うん、あんなもうな、こんなの一家に2台いたらおかしいの、うん、俺一家に1台だからな、もうね、こんな2人あのチーム2人で出たらどうするのよな、うん、まあ、よく言うわと思ってな、これはないですよ皆さん、ワールドカップはありません2人出ることは、だからあれはトムはちょっとねサービスしただけ、そうなんです、ね、ゲームが面白くないからちょっとサービスしただけです、はいはい、エンターテインメントで出してあげた、だからそういうゲームやることもなんかまあな、本当はおかしいんだけどな、そうですね、あのアメリカのオールスターみたいなバスケットな、あのつまんないオールスターな、ちょっと緩い感じでしたもんね NBA のオールスター、そうだよな、本当真剣によなんか演劇してるのにお笑いがちょっと来てやってる感じだから、それでお笑いを取ったらおかしいでしょ出てくんなお前らってね、そうです、真剣勝負ちょっと見たいですけれども、まあでもな、でもまあいや俺はいいよ、あの両方の勇気でな、うん、勇気だから、うん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 、いやいいよこれで今度八村、いやでもなどうするんだろう、うん、八村そうです、ね、ゆうたゲームタイムやっぱ少ねえの、うん、俺も一旦も腹立つな、これレイカすごい、ゆうたババな、はい、それから富永選手、こう来るとさあ誰がカットされっかな、楽しみだな、興味あるな、少しの須田も次のゲームも須田もすごかったな、スリーポイントバカバカ決まってましたね、あれはどこの選手だ須田、今は名古屋、名古屋かダイヤモンドドルフィンズ、自チームでは吉井のバスケットも いいよな、なんかスリーポイントは打てるわ、ドライブするわ、ダンクはするわでな、うん、もうなかなかいろんなことするわけよな、うん、だからけど母体チームじゃそうでもないな、そうですね、いやそれよりも比江島頑張れ、うん、俺比江島はやっぱりな、比江島だのよ、うん、なかなかだのこう なかなかあのドライブはな、もうだから比江島俺中学の時から知ってからちょっと頑張ってほしいな、ぼやぼやしてる危ねえよな、うん、こんなのな、そうですね、そう、うん、でも須田もシュート入ったな、バーレン戦はな、はい、金塚須田、うんまあ、そうですね、でも吉井のねネイティっていうのダンクもなかなかだったな、あそうありましたね、よかったな、ね、はい、しかしそれにしても河村勇輝はうまくなったもんな俺だからあの年齢で100%ですよ、あの年齢であれだけうまくなるってことはな、うん、俺なんかやっぱりこう教え方がな、うん、やっぱりいろんな方がな、よくあのシュートね、うん、シュート打たなければよ、うん、あのどうとかってトムに怒られて一回な、それからシュートがどうとか、俺はもう富樫来た時からもう本当思ってた、俺昔からポイントガードは昔はシュート打たなくてもよかったの、うん、配球してりゃよかったの、うん、それおかしいって、うん、一番いいのはシュートだって、あいつシュート下手くそで、うん、なんだかんだこう文句言ったけどと思ってたの、もうシュート打たなきゃただのチビだろうがこの野郎がってしょっちゅう言ってた、あのな、うん富樫、それでやっぱりシュート練習、うん、絶対シュートシュートって入るようになると練習する、うん、でやっぱり河村、いや練習だよ皆さん、シュートは練習です、うん、練習もうね、あの腱鞘炎になるくらい練習やると入るようになる、腱鞘炎になったら店に来い、それで腱鞘炎になったら上等の皆川先生が治してやるからそういうことか大丈夫ですそういうこと、秋田に来いと、そう秋田に来いね、いやでも本当にイラン戦は河村選手シュート成功率 100% というすごい記録を出しておりました。
ワールドカップはでもね、はい、楽しみ、うん、なもうね、うん、やっぱりアジアでこのくらいこうなって、うん、あのモントリオールオリンピック以来、うん、行ってないからオリンピックに、うん、あの日本は出てない、うんうん、いや、はいはい、だってもう大変だったんだよ、うん、もう中国が強くなってきてね、うん、もう大変だったんだから出てない、だから今年な、うん、はい、今回日本はアジアで3位で予選突破したんですけれども、1位がオーストラリ ラリアで、2位が中国。これはね強いじゃん、強いんです、ね、ちょっと ね、 あのね、サッカーはいいな、まあ、間違って勝つ時あるからな間違っだって、まあ、野球だってあの今あの全日本と、うん、あのソフトバンクやってて、うん、6回か7回まで2対同点でいくわけよ、うん、ありえないだあんなの第3コートまでバスケット同点とありえない、うん、あのいいなサッカーはなサッカー行くさな、まあ、でもあのワールドカップにはまず日本は確実に出るということですが、あと組み合わせだな、イランも入ってくるので、ま、どこの組み合わせかな、うん、だからどっかグループで一つぐらいは、うん、みんな期待しちゃダメですよ、一、うん、つ勝ったらもうね、うん、本当優勝したようなもんだと思ってください、一、つもうね、二つも三つもなんて色気出しちゃダメですよ、一つ勝ったら、だから組み合わせでよ、アフリカのどっか来てこないかなもうねこれだ、誰か抽選する人がな、もう抽選にかけるな、そうですね、みんなで念を送りましょ う、はい、ということで組み合わせも楽しみですねはい、以上男子日本代表の話題でした。さあ続いてアランマーレ秋田です。久しぶりに試合がありましたね、25日土曜日と26日日曜日、アウェーでアイシンウィングスと対戦しました。まずゲーム1の結果から振り返りましょう、こちらです。これびっくりこいた、いや劇的逆転勝利、誰だっけシュートしたの、背番号25番かかずゆい選手です。かかずのブザービートで、そう、それでまあな、うん、これパッと見たら平松がね35分か前出てんだ、うん、やっぱり平松のチームだ、はい、平松がちゃんと抑えてくるとチームまとまるけど、うん、でもねまさかまさかですよ、そうですね、これ小島監督以来、うん、なこれかこういうゲーム勝ったのは、うん、へえ、ね、スリーポイント相手が入らなかったってやっぱりよく守ったんだ、ね、実際逆らいけばな、うん、よく守った感じかな、うん、いやよく勝った、はい、これはちょっとびっくりした、個人スタッツもあります、ご覧ください、はい、やっぱりかかずゆい選手が18得点でスコアリーダーって感じですね。こいつあれだってのスリーポイント得意じゃなかったんだって、うん、でなんかやってあスリーポイント必要かなってなってからやったって言うから、うん、これやっぱりみんな思ったらいい、スリーポイントにはいや打つな、うん、いや届けば入るって言うんだ俺は、うん、ちっちゃい子でも、うん、だから届けば入る、だからそういうふうに練習だから意識するが、そういう選手はやっぱまだまだいっぱいいるよな、だからミーとか中学校の先生はやっぱりそれを打たせるべきだ、うん、外から、うん、思い切ってなノーマークなら打てって感じな、打たなきゃ入んねえもんな、うん、入る入らないはしゃねえんだ、うん、打つか打たないかが問題なんだよ、うん、打たせる、ちっちゃい時からとりあえず打たせる、リング見たらね、うん、ゴール蹴ってましたよな、横にやらないでね、へそうなんだよ、はい、そんなね、すごいな、逆転勝利を果たした、これはやっぱり監督とポイントガードだと思うんだ、シラン・マツアスカス よくそうね、はい、よかった、ね、で迎えた次の試合です、日曜日ゲーム2、試合結果こちらです、はい、6対8、このくらいかと思ったんだ本当は、うん、だってね、うん、ここへあのアイシンに去年あの砂川ってエースがいたんだ、うん、沖縄からアランマーレにから行った選手、こいつだけだと思ってこいつがそこ行ったんだよ、うん、それで見たらな、でそこに勝ったからもう気分良かったよな、うん、そしたらほとんどゲーム出てないわけよ、うん、砂川やっぱそうなんですね、な出てない、いや出てないくらいメンバーがいるわけよ、それにね、だからただこれが透明の敵だわけよ、本当ここら辺が8つでしょ、うん、だからないや8、9、はい、10ぐらいのところにいるのよ、はい、いる、はい、そうこれな、これ順位見てみましょう、ほらアラン周りが一つ上にいる、愛知が下にいる、うん、なこ、ね、ここまで出たわけよ、うん、
たちがここにいるのがおかしいんだよ。メンバー的にはもう全然すごいから、それからシャンソンがなんだけど、シャンソンちょっと問題起きたから、これちょっともしかしたら閉めたかと思ったら、案の定ね、7人が辞めて、富士通とやったゲーム、100点ゲームやられてんのよ、土曜日、やっぱりこんなもんだなと思ったら、次の日、今度30点ぐらい勝ってるのよ、これも分からない、このゲーム、どうやったんよ、ちょっと分からない。そんなシャンソンと次節アラン・マーレが戦うんです。それでそう、あのよくじゃって、俺よく知ってんだ、選手の時から、それは監督韓国にやって、それが何だかな、もう見てる時にもうだから帰っちゃったって韓国に、それで宇沢っていうのが、これもよく知ってんだ、あの監督が市船にいて、それから日体行って、もう本当によく知ってる宇沢って選手が、でこれが今監督なはずだよな、宇沢潤っていう、だから多分宇沢なんて名前いっぱいないもんな、多分そいつだよな、それは監督やってるって言うから、いやでもな、シャンソンが7人ぐらいでいないのかな、今確かな、すごいですね、そんな状態で、ただね、京都聖火出てどっか行って、それがいいらしいんで、その外国人が、アラン・マーレの外国人、あの、昨日はちょっと出たって言うけど、そうですね、これちょっと頑張ってくれないとな、あれな、あれ、あのいた時怪我して、はい、そうそう、怪我でも、あれがちょっとな、だからただやっぱりちょっと頑張んなきゃダメだろ、きっと、そいつを守るにはな、そうですね、80年8ぐらいあるのかな、そいつな、いやちょっと大きいシャンスまだいるんだ、帰化選手、帰化であのこう日本戦を持って80何センチぐらいの、いやどうなんでしょう、アラン・マーレ、ちょっともう一回順位いいですか、シャンソン次で、その次3月11日12日大館市たくみアリーナでトヨタ暴食ダメで、最後最終戦が富士通なんですよね。でも富士通もシャンソンにそういう負け方するからな、あとはあとはあれだ、小島監督の知恵にかけよう、頑張れ、はい、な、小島さんに頑張ってもらおう、そうですね、策を浪して、な、まずシャンソンだ、シャンソン、あのね、人数少ないから、もうね、疲労を、ね、疲れさせることを考えて、俺大好きなんだ、死ぬ気でやれってベタベタ言ってな、疲れさせてな、そうですね、こっちの体力もでも温存しとかないといけないじゃないですか、いやいや、いっぱいいるんだ、こっちはな、大丈夫大丈夫、いやそうですね、シャンソン2勝できたらちょっと希望が出てくるな、頑張りたいなかなって感じですね、はい、まあ、3月11日12日にホーム戦ありますので、ぜひこの匠アリーナで大ブースト送れるように、シャンソンではなんとか勝って帰ってきていただきたいですね、はい、アラン・マーレ応援してます、頑張ってください。